資料1、軍事的安全保障研究に関する声明案。資料2、報告軍事的安全保障研究について括弧案。資料6、報告案フォーマット事務局作成。日本学術会が過去に発したその先ほど申し上げた2つの声明の趣旨というのは、これはもちろん戦争協力、これへの反省、これが一つあったわけですが、それとともにこの政府による学術の動員ということが非常に大きな反省材料であった。で、私たちはこの軍事的な研究が大学等の研究機関で行われると、これが学問の自由や学術の健全な発展というものを脅かしかねないという、そういう緊張関係があるんだということをまず確認いたしました。そういう観点からすると、この軍事的な研究というのは民生研究に比べていろいろ懸念材料が多いということであります。そしてこの声明の中では、2015年に発足しました防衛装備庁の制度、安全保障技術研究推進制度について今申し上げたような、この研究の自立性、自主性、自立性、公開性というふうな点で、いろいろな問題が多い制度であるということを言いまして、で、先ほど言いましたように、こういうその軍事的な資金制度よりも民生的な研究中心で、日本はこれまでやってきましたし、これからもそうすべきだというメッセージを出しております。